さんこんにちは。どうも、最近引きこもりがちなクリスティアーノです。はい、久しぶりの配信になるんですけども、FIFA18 やっていきたいと思います。今回は、SBC ですね。久しぶりの SBC をやっていこうと思います。毎週恒例水曜日のマーキーマッチが来ていましたので、パックを作ってきました。1個ずつ引いていこうかなと思います。はい、今回ですねマーキーマッチで、5個パックをいただけましたので順番に引いていこうと思うんですけども、まずですねゴールドパックからいきたいと思います。2回目ですね。ですね。そうですね。ゴールド選手パック、これ行ってみたいと思います。ですね、なかなかちょっと厳しいんですけども、ロシア結構多分高いんで売れると思います。1200円ですね。はい、あとはクイックですね。あ、間違いだ。違う。はい、ここらから盛り上がっていきたいですね。次はスモールプライムゴールド選手パック、これ行ってみたいと思います。なかなか光ってくれません。1400円。これも高いかもしれないですね。1100円。あとは売却です。この一番期待値の高いこの2パックに最後ちょっとかけてみたいと思うんですけども、壁がですね1回でいいんで光ってほしいですね。あと最近の近況報告なんですけど、先日のウィーケンの報酬でメガパック引いたんですけど、そちらをまあ引きましたら初のアイコン出ました。元スペイン代表のプジョルですね。で OVR が92で一番おそらくいい OVR のプジョルが初アイコン出ました。動画は撮ってなかったんですけど、写真は撮りました。こちらになります。
まあ、あの初アイコンってことでめちゃくちゃ嬉しかったです。あとですね、その翌日、その翌日なんですけど、旧正月のイベントでアルティメットパックを皆さんもらったかと思うんですけど、そちらを引いたら、FIFA シリーズで初めてポグバが出ました。こちらも動画はありませんが、写真を撮りました。こちらになります。はい、てなわけで最近結構引きが良かったので今回当たらないかなと思うわけなんですけども、この2パックにかけていきたいと思います。おそらくこっちの方が期待値が低いのでこれ引いていきたいと思います。頼む、アイコン。あ、光った。アイコンではない。スペイン GK、 デヘアではないですね。なかなかやっぱりデヘアは出ないですね。初デヘア欲しかったんですけど。お、1000円、1000円即決。あとはちょっと売れないですね。はい、ラストパック行ってみましょう。頼む、光ってくれ。最後に、お、緑。何これ、緑って何。オランダセンターバック。あれですか、 OVR の上がった選手ってことですかね。ちょっと緑に光ったのでちょっと興奮しました。なかなか今回は動画的につまらないんですけど、よろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。てなわけでまた今週もウィーケン出ますので、まあ、そちらの、まあ、試合動画を流したり、ウィーケン報酬を開いて、また皆さんにお見せしたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではさよなら。